担当参議院議員、木下議員の方からお願いします。皆さん、報道お疲れ様です。ご参加いただきました日本共産党参議院議員の木下佳子です。先ほどありました通り、今日にも厚労委員会で強行採決かと言われておりましたが、皆さんの運動を世論、野党の共闘の中で今日の採決は見送る、そういうことができました。こうなったらば廃案しかない、廃案へと追い込んでいこうではありませんか。大体この国会審議の中でも働き方改革、改革とは言えない改悪だということもいよいよ明らかになっています。私も文教委員ではありますが、手を挙げて厚労委員会で質疑をしました。直接金融アナリストの方にもお話を聞いて、その実態を突きつけたら、厚労大臣はじゃあ会費がある人は交付の対象にはならないんだと答弁した。ところがその後で山添さんが質問したら、会議があるとお知らせするのは大丈夫っておっしゃった結局ね、そういう会議をやらなきゃいけない人は対象になるかならないか、その細かいことすら決まっていないのが厚プロじゃないですか。さらには月給20万円でもいいなっていう、そういう話まで出てきたと。こういうブラック企業が悪用し放題の法案制度、絶対に許すわけにはいかないんです。実際そういう論戦の中で各党の態度も揺れていて、維新の会に至っては委員会の中で撤回だって口走ってみたり、コーフロは過労死につながるかもしれないとかって動揺していると。で、公明党の議員もですね、委員会の中でコーフロに対する歯止めをかけるような質問を繰り返していると。で、それについて倉橋議員がですね、どうしてなのって聞いたら、いや、歯止めをかけてこのコーフロ使えなくするようにするんですっておっしゃってると。使えなくするって言うんだったら通さなきゃいいんじゃないですか。もう廃案しかないです。コーフロだけじゃない、100時間の上限だって、名前ばかりの同時労働同時賃金だって、やっぱり違う。こういう改悪は何としても廃案、会期延長なんてとんでもない。一致して頑張っていきましょう。絶対に負けない、そのつもりで私も